競馬場へ。公式ホームページ、日本中央競馬会協と競馬場。91の内容について要検討。91。競馬開き。91。駐車場はどこがおすすめ。A11。一番近いのは公式。GI レースでも満車になることは望み。ただ、退場までかなり時間がかけか。中和場について要検討。2012京都競馬バグ。京阪電車ではイコカ、ピタパのほか、スイカ、パズモなどの交通系 IC カードが使えます。京阪バスでシエル IC カードはイコカ。過去スレ0102。やっぱ京都はええな。3コアナーに向かって馬の隊列が登って下ってしていくのを見てると、模型コースをチョロ Q が走っていくみたいで気持ちがわ。1すれた手おつやで。1おつ。1おつ。1おつテンプレの修正ありがとうございます。京都系はもはやあと一月以下早いなぁ。これが終わると春のあと1月だけそれが終わると思う。実るが来て今年も終わりだぁ。金閣寺に行ききた W。よく公式の駐車場にマナー悪いプリウスいるよ。撫でるときに2列で並んでるのにそのプリウスはもう落ち着いて先頭に割り込んでる。何はナンバーだか。ライスシャワー日よりも、スティルインラブ記念日の方が見つけにくいね。14まともな人間は、そんなやつ相手にせん方がええ。京都にもよから経営おかしなやつ羽織るから、そのプリウスがおかしなやつに割り込ん。151階のステーションゲートから入ってパドック向かう途中意外と早く見つかるんちゃうか。2階から入ったら分かりにくいかもな。場内マップ見たら書いてあるんやけどな。毎週よどついてる馬券親父でも興味なかったら知らんやつ多いやろな。場内マップにも書いてあるんだけど、写真を見るとライスシャワー日と同じぐらいの大きさにま見えるんだよね。実際に行ってみると驚くほど小さく。目立たないかな。馬頭観音の赤い上りしか目立たないからね。シグネットホールの上段にいつも座ってるノーブラジク女まだいる。なんだそりゃ。翼とラッテ朝久慈とかだと店開いてない。コロッケ買ってから競馬場入ろうと思うんだが。事故解決したました11時みたいですね。土曜日1月30日は岡ジョッキーの落馬事故の日か。もう20年以上経つのかな。早いな。本当に。25、11時から19時まで木曜休みです。金牌が木曜の年だけ注意だな。お京阪で行くんやったら翼虎はわざわざ遠回りしていく感が半端ないで。確かにちょっと駅から離れてるな。杉ちゃんの競馬はやっぱりワイドだろうから。お笑い芸人のワイルドな杉ちゃんに2回京都競馬の毎週土曜日のレースをワイド馬券で予想していただき。30Y 直営駐車場民よりマシやで。バイク置き場ゲートと杉屋。先週、先々週と淀に行ったけど、2階や4階の本馬場ハイフン室内の扉の静電気がすごくて怖かった。自分だけじゃなく、他の人が扉を開けるときも、去年の有馬の日も静電気えげつなかったで。